さて本日は読谷村キナにオープンしましたコモンズさんにお伺いしています。 SNS 界隈ではすでに話題となっているパン屋さんですので気になっている方も多いのではないでしょうか。今日は店長の金城さんにお話をお伺いします。こんにちは。こんにちは。まずはですねコモンズさんいつオープンされましたか。4月の末です。あ、4月の末なんですね、はい。こちらどういったコンセプトのお店でしょうか。まあ、コモンズっていうのが、まあ、共同体とかコミュニティみたいなことをイメージしてお店を作って、みんなのための公園とか公民館とかそういうような場所を目指してます。あ、そうなんですね。ありがとうございます。お店をオープンするにあたってなんですけれども、なぜ読谷村を選ばれましたか。僕自身が読谷出身で、はい、ここのキナの出身なので。あ、そうだったんですね。はい、ここでやるべきだなと思いました。なるほど、ありがとうございます。それではコモンズさんのパンの特徴を教えていただけますか。はい、まずは、はい、巻き釜っていう釜を使って焼いてます。パンを焼くために釜を木を燃やして温めて、はい、その余熱でパンを焼きます。でパン自体も、まあ、いわゆる天然酵母っていうんですけど、はい、自家製の酵母を使って長時間発酵させたパンを焼いてます。ちょっと歯ごたえとかもある。そうですね、普通のパン屋さんよりは割と小麦の味がしっかりしたり、うん、香ばしい皮目のところは香ばしい感じとかがあるかなと思います。そうなんですね、ありがとうございます。それでは金城店長がおすすめのメニューがありましたら教えてください。そうですね、今は、はい、北中城のアーサを使ったフォカッチャっていうパンを焼いてて、はい、フォカッチャっていうのはイタリアの、まあ、食事パンなんですけど、うん、それにアーサを練り込むことによって、はい、海の香りがするような、うん、パスタとか、はい、まあ、いろんな料理に合うようなパン、うん、食事のパンですね。あ、そうなんですね。私も以前それ食べたんですけれども、ちょっと塩気がありましたね。そうですね、はい、とても美味しい。沖縄の海塩も使ってます。あ、そうだったんですね、はい、美味しくいただきました。ありがとうございます。それでは、最後にお店の営業時間とお店の PR をお願いいたします。はい、お店は12時から16時まで、夕方の4時です。で火曜から土曜までの週5日間営業してます、はい。お店の PR 、コーヒー1杯飲みに来るとかでも結構ですので、はい、気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。コモンズさん、こだわったパンの美味しさはもちろんのこと、お店の佇まいもとっても素敵なお店です。風の吹き抜ける気持ちの良い店内でのイートインもおすすめです。ぜひ皆さんチェックされてみてください。金城店長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。